上原浩二さん大谷の賭博問題についてついに反応。とりあえずカツを入れていただいて、大カツですよねときっぱり。ただ僕たちがどうこう言える範囲じゃない。スポーツの枠を超えて社会部の方になると思うので、しかも、はっきりわかっていないところがあるので、憶測で僕らがあだこうだ言うのは違うと思うとした。リアルニュート待ってました。思ったより冷静で草。事実がはっきりしてないからまだ抑えてる冷静さはある。見てたけど真相がわかるまでコメントするべきではないとか言ってた割に短い時間でペラ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 って喋ってて草生えた。この件だけは振られる前に自分から喋り始めて饒舌だったな。草。ダメだまた笑うなってなってそう。でも言ってることは何も間違ってないようなスポーツ面で止まる話じゃないし、今のところなんか立っても憶測が多くなるし。長年にわたって関係者を欺いて7億円奪ったんやから水原にあっぱれ出したれ。